階段好きたるもの。5つくらいは経験談を語れるべし。なんて思ってはいたものの。実際に心霊スポットやらへ行く。勇気なんてなく普通に生活してきた。とはいえ、行けるうちに一度くらい。行ってみたって経験欲しいよなと思い立ち。結構真面目に旅行ついでに行ける。心霊スポットでこの計画を立て始めた。ホラー映画好きな友達と毎年温泉旅館などしてるので、旅行ついでに行けそうな心霊スポット探そうぜ。と声をかけて、通話しながらブログを漁ったりしていた。ここ良さそうじゃね。と。いわくつきらしいホテルの廃墟を探索してる。心霊ブログ記事を紹介され。廃墟も好きだし雰囲気もええね。なんて話しながらブログを読み進めていたら、ツタが繁殖しまくってる廃墟の、壁を撮った写真の中に女性が、映り込んでいるのを見つけた。そんなに遠くにいるってわけでもないのにぼやけていて、一眼レフで撮られたであろう。精細な風景写真から浮いていて気持ち悪かった。友達にそれを話そうとして。どの画像？記事の一番下よりちょい上くらいの。なんてやりとりしてるうちに、通話が急に止まった。ちょっとさすがに怖くなってブログのページから。切り替えようとしたら接続エラーの表記。ただの通信エラーかよってことで。モデムの再起動をしたら無事に再接続でき、通話も繋がった。ただ、再度ブログにアクセスしても女性の姿は確認できず。友達もその写真に女性は見えないとのこと。根本的にチキンだったので、幸先悪いし心霊スポットデコは中止しようということにした。それからというもの、あらゆるところでその女性を見かけるようになった。電車の広告、雑誌の写真、Twitter の画像。ふと目をやるとぼやけた女性が立っている。ブログで見た時と全く同じ状態で。最近は二日に一度は見るようになってしまった。視界に入った時はすぐに目を背けるようにしている。凝視したら二度見したらどうなるかは怖くて試せていない。正直何がトリガーだったのかわからないし。なんで俺だけに現れてるのかもわからないし。そもそもこれが霊的なものなのかもわからないけど、経験談なんて持つべきじゃないってのは痛感している。